じゃあお次は美術室か音楽室ということになると思うんですけど、とりあえずこっち行ってみましょうか。図書室。図書室は鍵がかかっているみたい。鍵をゲットしないといけないみたいですね。えー、っと、美術室と音楽室って3階かな上に行ってみましょうか。 さあ、3階にやってきました。音楽室あるね。美術室ないな。まず音楽室から行ってみますか。4階もあるのかなあーあびっくりしたええーちょっと待ってちょっとちょい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 。ちょっとそれないよー。今のはびっくりするわ。 コントローラー落としそうになっちゃった。あ美術室の鍵を落としちゃった。ドジっ子かちゃんとポッケに入れとけよ、鍵。キーアイテムなんだからさ。さあ、音楽室。体験版でも来ましたね。グランドピアノがあると思うんですけど、ありますね。 このピアノが動いたりするんじゃないかなあ,あノートの切れ端またノートが落ちてるさあなんて書いてあるんでしょうか読んでみよう七不思議の話みんなすごく興味あるみたい早く次を聞かせてってなんでピアノ流れる 今日は4つ目を教えてあげる夜誰もいないはずなのに音楽室から音楽が聞こえるんだちょうど今みたいな感じもし見に行ってしまうとピアノに食べられちゃうんだ食べられるって本当ピアノに口ってあるの音楽室には近づかないでおこういやこれ閉じたらやばいんじゃないメモ。もう 交換日記の続きみたいはっあっああ体験版でもあったープルプルしてるーなんでプルプルしてんのなんでプルプルしてんのあっなくなってるおっまたノートが落ちてるこれ音楽室行く意味あった 読んでみよう。五つ目の噂は、トイレの花子さん、北東2階の一番端の女子トイレで、花子さんが泣いているんだ。友達が欲しいってね。絶対に会いたくないけど、ちょっとかわいそうだな。お化けじゃなければ、友達になれたのに。絶対に、 友達になってもいいよって言っちゃダメだよ。友達なら僕がいるでしょ確かに、君って何年何組今度昼休みに遊ぼうよ。えこれ面識のない二人の交換日記ってこと怪しいね。謎が深まる。交換日記の続きみたい。ということは、 次は北校舎2階のトイレに、女子トイレに行けばいいってことかな。ここは3階なんで一旦下がりますか。うーん、2階にやってまいりました。確かトイレは逆サイドだよね。あの空き教室を通っていく感じかな。怖いね。空き教室の前通りたくないな。 まあでもここは行くしかないでしょう。これは十円玉かなオッケー。またのっぺらうの大男が出てくる可能性は十分あります。心していきましょう。さあ、中央の階段を抜けて。あ、なんもいないな。すんなりとトイレまでは行けるのかな いや、なんか聞こえない女の子が泣いてるような声ですよね花子さんってことトイレ花子さんが泣いてるこれさ、女子トイレなんダンストイレないのかなだいたい奥って相場が決まってるよね、花子さんって。トントントンみたいなことして、はあ、なっこさんみたいな。 遊びましょう、みたいなことすんだよね。開いた。いや、入りたくない。入りたくないよー。とりあえず全部解放。姿が見えない。これ入ったら閉じ込められるでしょう。あーもう。やっぱり。なんだよ。ライトが消えちゃった。 懐中電灯をつけなきゃ。うーん、体験版でもありましたね。なぜかライトが消えて、血まみれのトイレ開くんかええどういうこと開かないんだけど。え何これ えどうしたらいいの扉がなくなってるんだけどどこにも行けないしええ鳴き声がやんだけどええー えー、どうしたらいいんだろうこっから出れなくなっちゃった。鳴き声が止んだし。えあ、なんかびっくりまくってた、今。ああ、なに開いたのか。真っ暗でよく分かんなかったわ。なに あそぼうはっさっきのノートの切れ端によると、友達になっちゃダメって言ってたよね。嫌だ。あそぼしつこいな。あそぼえ、怖い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 。嫌だ。えああ普通にお断りできるんだ。そんなにメンタルは強くないんだね、花子さんね。 うん、三回嫌だって言うと諦めてくれる。びっくりしたね。よかったよかった。あなんか光ってるあれいつの間にか何かが落ちてる。図書室の鍵、拾っておこう。美術室の鍵は未だに行方不明のまま、またノートの切れ端。 またノートが落ちてる。読んでみよう。6つ目の噂は、図書室の呪いの本について。本を手に取っちゃうと、お化けに好かれるんだって。知らない本には触らない方がいいよ。僕、七不思議の話は飽きてきたよ。そろそろ他の話をしない 今回は交換日記のやりとりが短いですね。うん。まあ、交換日記の話し相手とても。なに今度は何の音足音またやつかちょっと見に行ってみるあ、いる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 。やっぱいた。 のっぺらぼうの大男、本当にしつこいな。しつこい男は嫌われちゃうぞ、まあ。だいぶ距離もあるんでね、そこまで恐怖は感じないです。このまま図書室まで、一気に行っちゃいましょう。確か2階の突き当たりが図書室だった気がする。さあ、大男、いなくなったかな 到着です。鍵がかかっているみたい。さっきゲットしたからね。鍵が開いた。失礼しまーす。来らないちょっと。なんかさ、電気つければよくないさすがに電気つくでしょ。あ、本が落ちてる。 でもなんか触っちゃダメってさっき聞いたから床に本が落ちてる交換日記に書いてあった呪いの本かもしれない注意して見ていこうかなさっき手に取っちゃダメって言われなかったところどころに本が落ちてますねとりあえず 本は無視で進んでいきましょうか。あ、いろいろ落ちてますね。めちゃめちゃ落ちてんじゃん、本。奥まで見ていこっか。うーん。本以外ないね。 どれかが呪いの本ってことかな調べるしかなくないこれ。だいたいこういうのって一番奥にあるやつが本物って決まってんだよ。あこの本何かが挟まってる鍵みたい生徒会室の鍵ほらこれ正解ってことじゃない他の本を調べてないからなんとも言えないけど。 あ、やっぱりそういうこと偽物の鍵触るとそうなっちゃうんだ。いなくなってー危な。他にも調べたら何かあったりすんかなダメだね。うーん、じゃあ全部調べるのもあんまり意味なさそうだし、とりあえず生徒会室に向かっていきましょうか。 長年のゲームの勘が冴えてるから、一発で鍵を当ててしまいました。一応これとか見てくか。ダメだね。ゲームはダメんなオッケー。さあ、図書室はこれでクリアかなあまたノートの切れ端だ。 七不思議の七つ目じゃないかな七不思議の最後の噂、もう聞きたくないクラスのみんなが信じてくれなくて、確認して来いよって言うんだ。だったら一緒に七つ目の噂を確認しようよ。北校舎二階の一番端の教室で、こっくりさんをするんだ。本当に本当にやるの 大丈夫だよ。それより、夜の学校で遊ぶの、きっと楽しいよ。わかった。じゃあ、肝試しに行こう。あらららら、なんか罠臭いね。交換日記の続きみたい。この交換日記の男の子どうなってしまったんでしょうか。一番端の教室って、空き教室のことだよね。まずは生徒会室によって、 って、鍵をゲットしたんでそのの、の後、あの空き教室に向かかえばいいのかな,うーんなんか、生徒の声聞こえないなんでめっちゃ人の声する。怖い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 。まずは鍵を開けましょう。すげえガヤガヤしてる。イヤホンしてるとめちゃめちゃ怖いんだけど。 あ、なんか光ってる。何誰もいないし、なんもないのに。先生の日誌丸さん。突然学校に来なくなった男の子について書いてやる。でも、気持ちはわかるな。私も学校は怖いから。学校に来なくなった男の子って、交換日誌の男の子じゃないかな。 キーアイテムっぽい。あ、これ。空き教室の鍵だ。これで、思い出のあの教室に入れる。おー、お、お、お。勝手に開いた。あ、ノートが落ちてる。切れ端じゃなくてノート本体が落ちてるね。 ジャポニカ学習帳だね。ノートの前半は破られてますね。ごめんなさい。ごめんなさい、ごめんなさい。ごめんなさい、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 ごめんなさい。お帰りください、お帰りください。これ、こっくりさんやったからじゃない遊ぼうって約束したのにせっかく会えたのにつまんないの。ねえ。 今読んでるそこの君。今度は君が一緒に遊ぼうよ。あ,あ、なにああ <laughs> こいつらの,の正体って。こいつが交換日誌の、交換日記の正体だったのめちゃめちゃ追いかけてくる。空き教室に行くしかない。よいしょ。 よーし鍵をゲットしたから、これかな開いたよし入ろう負けたあこれはコックリさんをやった形跡ですね。うーん。コックリさん流行りましたね、子供の頃に。一人でコックリさんってやれるのかな他は何もないかなじゃあ机の上調べてみましょうか。 ひらがなが並んだ紙が置いてある。五円玉を使ってコックリさんをするあ、そういうことか。校舎の、あの、下駄箱ら辺に、黒ずんだ五円玉が落ちてたよねそれを使うってことする。コックリさん、コックリさん。反応ないね。おおお 動いた。あああそうほう、遊ぼうかななになんかいるなんかいるよいや、またお前かーいまたお前かい出てきすぎだよ、お前は。あ、消えた、消えたよなんでえああコックリさんそっちがコックリさんえ、なんで なんでえ、ど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 うしたら、どうしたらいいんですか、これ。骸骨は目をつぶると動くと思うんで、はい。骸骨をすり抜けて、ああ、これ手が出てくる、手が出てくる。はい、避けて、はい、避けて、なんかてんこ盛り、ここ。ここてんこ盛りなんだけど。おおおお。おピアノ、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 飛んでくる、飛んでくる、ピアノ。ピアーはーイ人食いピアノ、やーい なにて、てんこもり、てんこり。ああ、ガン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 ああ、怖い。あ、消えた、消えた、消えた。ああ、はははははは。いやー、こっからかー。学校のね、すべての会が集まったような。 クライマックス感ありますね学校ステージさあまず骸骨を引き寄せて通っていきますで鏡の前は一瞬止まって手がやり過ごすのを待つであとはこっくりさんの付をいじっていけば化け物どもが消滅するんかな OK さあ行きましょうピアノが唯一怖い 動きがよくわかんないから。はい、オッケーさあ、次はお化けがいっぱいとりあえず目をつぶってやり過ごすし、やり過ごせないのこれ。こわこわこわいや、コックさんの机、なんか、すげえ意地悪なとこにあるんだけど。はい、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 はい。ケークリア いたあいた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 何かどうしたらいいのこれどど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 こえ、えーえー、えどど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  もう一個あったもう一個机あったはい机消えた消えた偽物なん偽物なんかあれはい触った三個触った机終わった終わったえ何あ戻ってきた空き教室にめちゃめちゃ心拍数上がったわこっくりさん いなくなっちゃったのかななんでそんな冷静肝わり小学生。コックリさん、コックリさん、まだやるのどういうメンタルしてるあら。終わりってこと燃えたあこれは透明なビー玉 私、このビー玉越しに夕日を見たことがあるそうだこれは昔私が持っていたものどうして忘れてしまったんだろう夕日のまぶしさを思い出した。 トロフィーゲット。透明なビー玉、思い出を見返す。はい。どんな思い出なんでしょうかあ、麦麦どこかの空き地かな 麦、大丈夫だった。行っちゃった。あ、待って。はい、ビル。麦、入って行っちゃった。ここ入るのはちょっと危険じゃないかな。 ここってずっと使われていない古いビルだよね危ないよあんまり入りたくないけど行くの連れ戻さないと猫ちゃんは結構平気だよそういうところ肝が座わってるな。 屋上まで来たみたいですね。麦はどこまで行っちゃったんだろう。あ、動けるようになった。夕日が綺麗ですね。えー、もしゃもしゃしてる。もしゃもしゃしてるよ、ここ。なにこれ結界ああえお姉さん こんなところに誰かいる写真を撮ってるんだカメラであ、麦行っちゃったあ、お姉さんがいないあれ今の人はどういうこと お姉さんもお化けだったりするんかなあ麦帰ってきた<ン>これはどういうことだそうだ思い出した私は麦を追ってあのビルに入ってそれで 私、あのお姉さんを知っているはず。でも、なんだか変だ。私はあの時、声をかけなかったんだっけもっとちゃんと思い出さなきゃ。一度、お家へ帰ろう。お、学校探索は一区切りかな。